お疲れ様でございます速回軸のコ保です今回はバックトゥーザフューチャーの続編が正式にリリースされるということで ちょっとこのニュースをね、お届けしたいと思っております。えー、まずね、動画の方をバックに流しておきますので、これトレーラーアルバムですからね、あの、見ていただきたいと思いますけども、こちらの方がですね、まさにね、マーティー・マーク・フライではないんですけども、その後継者たる、まあ、少年といいますかね、青年が出ているかなっていうところですよね。やっぱワクワクしますね。昨今のリバイバルブームで言いますと、ロッキー4ね、こちらの方、ロッキー4じゃなくて、ほら、ロッキーも続編のクリードっていうのが出たでしょ。それから日本でもね、 ジャッキー・チェーンじゃないですよ。何でしたっけ <laughs> 続編がね、えー、出てますよね。宇宙船怪物とか、ガンダムとか、こういった続編がどんどん出てますけども、それからね、あの、ナイトライダーも一時期、ナイトライダー・ネクストっていうのが出ていたと思います。で、待ちに待った、このマーティーですよ。それからドク、この2人が織りなす、バック・トゥ・ザ・フューチャー。今までもね、何度となく出るんではないか、出るんではないかって噂されてましたけども、今回は本物のようです。 えもう間もなくねカミングスーンということなんで楽しみにしたいなと思いますけどもこれを機会にあのデロリアンっていうのがねまた大人気でバカ売れして値段を上げるんじゃなないいかなと思います、まあ、私のねナイト2000をレプリカしてくださったエリア101さんこれ埼玉の会社なんですけどもこちらの方でもねコンスタントにデロリアンっていうのが売れていたらしいんですけども確かね私のなんとなく見た聞いた感覚でいうとデロリアンすでに仕入れ価格がね1000万ぐらいになってるみたいなんですよ。 まあなんせ生産台数がね、6000台とも7000台とも言われてるぐらい、まずは希少者だったわけですよね。さらにそれが今の時代まで生き残っているかってことと、それからそれに対してね、レプリカを加えて走れる状態にして、車検も通るような状態にするってことで、かなりね、これはお金がかかるんじゃないかなと思いますけども、夢や趣味にはね、やっぱお金がかかるもんですよ。このバックトゥーフューチャーにね、憧れた世代の方、ぜひね、今回この映画の 再開とともに手に入れてみてはいかがでしょうかと。私もどうしようか今悩んでるんですけどね。でもさすがにね、ナイト2000もあるしなうん。デロリアンね、今になってみると、これもいいなと思えるような、そんな車でございました。それでは行ってらっしゃい。